はい、どうもしめじです。仮面ライダーバトルラッシュ、今日もやっていきたいと思います。いやー、長かったですね、ギルドイベント。ようやくやっとこさ終わりました。やっとこさって言ったら言い方悪いですけども、終わりましたね。お疲れ様です。まあ、今回はね、イベントのシステム的にも初めての感じだったりとか、まあ、自分で立ち上げさせていただいた、ギルドの、初めてのイベントということもありましたので、本当ね、いろいろ難しかったですけども、ギルドのねメンバーの皆様方に支えられまして、なんとかね頑張ることができました。ありがとうございました。もう私の個人的なランキングとしましては、結局308位という感じになりました。まああんだけやってね308位かよっていう感じもありますけども、まあできるだけ頑張らせていただきました。また次はねもっと上を狙って、また頑張っていきたいと思います。はい、そしてギルドイベント終わって、もうすぐに次の、イベントが始まっております。エラボレイトフェイクという、なんだろうね、これ精巧なっていう意味らしいですけども、精巧な偽物っていう感じのアマゾンズのシーズン2のイベントが始まっております。 Q は新種のアマゾン細胞、妖幻性細胞を利用し最強のアマゾン兵士を作ることを企むとね。 Q の居場所を突き止め突入すると、そこに Q の姿はなく、ライダーフォースはカード具現化によって大量に発生したアマゾンたちと遭遇する。ライダーフォース絶対絶命のピンチという、またね Q がなんかやらかしておりますけども、このねネオですね、今回ネオがガシャで出て、そして、イベントをやることで、モグラとカラスですね。カラスがね、まあ、私正直ねまだ2話までしか見てないんですよ。早く続き見ていきますけども、その感じで言うとカラスがなんかね思った感じと違うなとは思いますけども、かっこいいね、うん、それはそれでいいよね。はい、というわけでこんな感じね、モグラアマゾンくんとカラスですよね。カラスアマゾン、ここかっこいいよね。あんなに可愛いのにね、変身する前はね、すっげーかわいそうだねあれね。本当にアマゾンズはこのなんていうかな、テレビの放送ではできないことをやってくれる、そこにしびれる、憧れるという感じですけども、もうお父さんが、お父さん役がさ、あれちらっと見ただけなんですけども、北条さんだよね、アギトのね。ちょくちょく仮面ライダー出てきますよね、彼もね。本当にありがたいですけどもね、目玉食べてたけどね、娘のね。いやすごいですね、のカラスアマゾン。まあ、2話までの情報しかありませんけどね、私はね。はい、でクロウラッシュ、ターゲット確認という感じでね、欲しい欲しいね、欲しいよ。まあ、ゾロ目を狙っていきたいと思います、今回もね。一回も当たったことないですけども、このね1000位以内に入るっていうのが本当に苦手で、まあ、ただやってないだけなんですけども、もっと頑張れっていうことなんですけどね。はい、このネオと、そしてオメガ、今度は速さ属性のオメガですね。でこの11連をねやって、ぜひともネオをゲットしていきたいという感じ で、まあイベントも始まっておりますので、技属性のねこういったチームで進めさせていただいております。え、右側、そうなんですよ。はい、こちら仮面ライダーアマゾンネオいるじゃん、いるんですよ。ですね、本当に申し訳ないんですけども、こちら、仕事のね昼休みねちょっとね寝ぼけながら、まあ今日の夜動画撮るから、じゃあちょっと見とくか、提供割合でも見とくかと思ってピーンって押したら、たまたまね本当に本当嘘くさいですけども、本当にね偶然指が当たってしまいまして、それでなんかね11連ガシャが始まっちゃいまして、でもう止められないじゃないですか。でわーって言ってる間に11連ガシャが終わりましてね、でわーわー焦ってる間にネオが来たんですね。はい、残りの10体はね本当に完全にレアメダル行きになりましたけども、ネオが来てもらったので今もちょっと混乱しておりますけども、育ててレベル60、そして、覚醒させて、メンツに入れさせていただいております。はいはい、というわけでね、まあ先ほども言いましたけども、まあそのイベントの時にね課金させていただいた優勝ラッシュストーンが残っていたので、まあ、50個以上あったので、まあ、11連回そうかと思うと不慮の事故により、動画を撮っていないのに回してしまったと。そしてネオが来たと
いうところまで、ようござんすか。すいません、なんかね、ここで動画撮ってる時に回すべきなんですけども、いや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 、まあ事故ですよ本当に。言えば言うほど嘘くさくなりますけども、まあ動画的にはね微妙な感じですけども、私ゲーム的にはね最高ですね。目をつけてもらってね、頑張ってやっていきたいと思います。では今回は何しようかなということで、はい、このエラボレートフェイクガシャ、こちらをねもうやっちゃいましょう。優勝ラッシュストーンがまだ5個残ってるんですよ。でログインボーナスなんかでもらったのが1個あって、合計6個あります。でこの1日1回特別価格の優勝限定ガシャ、こちらを、回してですね、でまあまだ微妙にねラッシュストーン残りますけども、こちら1回と、ラッシュチケット、ラッシュガシャチケットが3枚ありますので、こちら全部回してまっさらな気持ちでね、また新たに、イベントをやっていきたいと思います。意味わかりませんけども、はい、こちらやっていきましょう。ではまず優勝限定1日1回特別価格ガシャいきます。とシステム3体お願いします。ネオ来たけどね、よろしくお願いキーン。ほは、いたんだ、モグラアマゾンじゃなくてモグラ獣人の方ですね。前回前のねアマゾンの、時にねいただきました。一体はい、ありがとうモグラ獣人、合成させるわ、ガシャチケットですね、こちらを3枚使ってやっていきたいと思います。いくぞ。はい、よろしくお願いします。システムスタンバイ。星4でも金色に光るの、なんだろうな、演出変えてほしいよね。ファッ、好きだな獣人、モグラ獣人。はい、合計3体目となります。モグラ獣人来ました、行くぞ。はい、システムスタンバイ。モグラ獣人がね、来てくれておりますけども、星4ですからね、言っても星4ですからね、金光るね。あー、ブレードチャックホーム、チャックホームか。これはもうね、4体、もらって、貫突済みでございます。そうか、金光るね、でもね、星4だけどね。さあ行きましょう。はい、システムスタンバイ、よろしくお願いします。星5の時確定の演出とかあればいいのにね、虹色に光るとかで、最後で光らんのかい。ルナメタルでございました。はい、星3ルナメタルということですね。まあこんな感じでこれで、ラッシュストーンも、まあ、3個となってチケットもなくなりました。はい、ということでですね、まあ単発のガシャは散々ではございましたけども、まあ動画外でですね、ネオが来ていただいたので、楽しくイベントやっていきたいと思います。でまあクマアマゾンをね倒しに、モテうる限りのね、アマゾンのユニットをぶち込んで、来ております、遊びにね。はい、ではね、皆さんのね、アマゾンに携わる皆様のユニットの必殺技で、今回はお別れしたいと思います。ではではでは行きましょう。トウ、はい、お疲れ様でした。いや、ネオかっこいいね。よし、続き見よう。というわけで、皆さんご視聴ありがとうございました。しめじでした。バイバイ。